表示皇帝内教に記載のある9種類の針、皇帝内教は現存する中国最古の医学書と呼ばれている。古くは針教旧館と祖門旧館があったとされているが、これら旧館本は散逸して現存せず、現在は王表の編纂した祖門と礼数が元になったものが伝えられている。皇帝が気迫をはじめ幾人かの学者に日常の疑問を問うたところから、 ソモンと呼ばれ、問答形式で記述されている。例数はハリ行の別名とされ、ソモンが基礎理論とすると、例数は実践的、技術的に記述されている。2011年ユネスコが主催する世界記録遺産にも登録された。皇帝内教は全館代に編纂され、ハリ行とソモンの合計18巻と伝えられている。 その内容は散逸していったんは失われたが、七百六十二年、唐の時代に王表の表した祖門と霊数が伝えられている。現代の研究では、ハリ教もしくは旧霊は霊数のことであるとされている。ただしこの休館本も散逸してしまって残っていない。現在は千百五十五年に南宋の指数が霊数を新たに肯定し、二十四巻八十一編として、 編纂したものが元になっている。モンが理論的であるのに対し、例数はより実践的に記述されている。モンの内容は医学に限らず、疫学、天候学、星座学、気学、薬学、運命学と、広く様々な分野に及び、医学書というより科学書と呼ぶべきであるという意見もあり、同教にとっても原点の一つとされる。現在、 医学書とされている理由は、紀元前1世紀の図書目録である、漢書、芸文史に遺書として分類されていることによる。内教の原本は残っておらず、様々な写本が存在する。日本では、京都の仁和寺に、日本最古の皇帝内教大祖の写本が所蔵されている。大祖は7世紀頃の写本で、当代の養生禅が、祖門と礼数を合わせて編纂したものである。 皇帝内教十八巻のうち、一部にあたる九巻を、針行と呼び、二部の九巻を、祖門と呼ぶ。針行は、経脈、経血、指針、また永永、気血など、系統的で詳細に説明されている。ここで九という数字には、意味があり、古代中国において、数は一から始まり九で終わるとされていた。すなわち一巻には一章から九章が記述され、 九章の次は二巻となる。一部は九巻九章で八十一章で一とまとまりとなり、皇帝内教は二部構成であった。祖門は古くは紀元前二百二年の全館内の頃から編纂され始めたと考えられている。現存する祖門は七百六十二年に王標によって編纂された。王標はそれ以前の祖門を大幅に変更したことが分かっており、王標の 祖門からは古い、門をうを伺い知ることはできないと批判されている。米数は祖門より新しい時代のもので20年から200年頃編纂された。祖門より前に針行が編纂され、それが後に米数に引き継がれたと考えられている。理論よりも診断、治療、針休日など臨床医学に重点を置いている。古来は針休日の教典とされ、 ハリィとも呼ばれた。芸文詞には内郷の他に外行があったとの記録があるが、外行は現存せず、詳しいことはわかっていない。未病という用語は、皇帝内郷で初めて使用された。成人は気病を治すのではなく、未病を治す、気病とは、すでに症状が出ている状態。皇帝内郷では、未病とは病気は体内にあるのに、症状が体表面に出ていない。 しかし治療しなければ相伴発症が必死な状態を指す。皇帝内教は恩名古行説に則っ,って記述されている。式には、恩名古行説は皇帝が定めたとされているが、皇帝内教については記述されていない。このことから皇帝内教は式より後に編纂されたと考えられる。勘助、芸文詞によれば皇帝恩二25巻。 皇帝書白音明25巻などがあったと伝えられているが、現存していない。現存する中国最古の医学書としては、皇帝内教のほかに、神脳本草業、小喚増病論がある。小喚増病論は、壮大の改変により元の形を止めていない。神脳本草業も、度重なる改変で原型が失われていたが、 日本の森立幸が父文を様々な本草書から重、中して復元したものが有名である。また、皇帝内教の内容をもとに独自の体系で解説したものに難行がある。皇帝内教が書かれた時代、医療は現在のように機械を用いたり、電子顕微鏡で細胞を見るなどの細かい分析を行っていなかった。その代わり、人が生きていることを 全体的に捉え、生命の営みを緻密に見ていた。そこで得られた知見が示すのは、人と自然の関係、臓器同士の結びつき、心と体との関連といったことであった。病気だけを問題にするのではなく、その人の習慣や感情の傾向、食事、またはその人の住んでいる土地、季節などとの関わりから、総合的に見ていた。人が健康で、 寿命を全うするためには、どのようにあるべきか、哲学の観点から病気を考えていた。これは最近、現代医学が目を向け始めた、生活の質を高めるという発想と極めて近いものがある。体に負担をかけず、自然のルールに従って、健康を保持し、病気を克服するというものである。くしくも、現代の生活に足りないとされている。 まさにその要点がこの書物にあふれている。今日、中医学と呼ばれているものには、漢方や神経、それに気候などが含まれている。中医学とは、中国の医学という意味で、これらの源はすべて、皇帝内教にある。後世の人たちが皇帝内教の中から、それぞれの領域を専門化したものが、漢方や神経、気候というわけである。当時、気候という言葉はなく、 動員案魔と呼ばれていた。皇帝内教は中医学の原点であり、総合医学と言えるが、そこから様々な分野に分かれたことからもわかる通り、漢方、神灸、気候には、それぞれの特徴と特性がある。漢方は、生薬などを患者に服用させることで、特定の臓器に行き渡らせ、他の臓器とのバランスを整え、経絡の流れを改善し、体内の気の流れを良くする。 漢方で使う薬の数は大変多く、日本の厚生労働省が制定している、一般用漢方製剤承認基準では2012年8月時点で294種類、あるが中国では13,260種類、772科目に及ぶ。漢方だけで治らない場合、直接的な方法として進級がある。 河北省藁城県内西村で発見された院内の遺跡から石や骨で作った針が出土しており、針治療は石器時代からあったことが推測される。それがいつしか金属製の針で壺を刺激し、体のバランスを整えるという技術として発展してきた。新灸は生命力である木の通り道、軽楽状にある軽血を刺激し、 気の流れを整え、臓器の調整を行い、病気の改善を行う方法である。熱を加えたり、押したり、刺したりといったように、直接体に触れる方法で、当時としては今でいう外科手術に近い療法だったのだと思われる。無論、針以外にも外科的な手法はあった。解剖手術も古代に行われていた。心という字は、心臓を肩切ったものだが、 解剖を経ずして、元の象形文字の形が生まれることはなかったと考えられる。そうした人体を切開した経験の蓄積があったためか、紀元200年頃、三国史にも登場する名医の花田という人物が麻酔を使った手術を行っていたという記録もある。ところが、体を切開するような外科手術は、その後、中国ではあまり発展しなかった。 おそらく体の働きのバランスを整える上でベストの技術ではなかったからだと思われる。なぜなら切開しなくてもより直接的に体を治療していく手法があった。それが動員、つまり気候である。中国では病院に気候科が設けられ公的な医療として認められている。しかし日本では 気候によって病気が改善した症例がたくさんあるにも、かかわらず、超能力のようなものとして扱われることはあっても、医療行為としての評価を受けることは少ないのが現状である。中国では、普通即通といい、気の巡りが悪くなるから、病になると考えられている。気候は通じにくくなった軽絡の中の気を開通させる手段である。漢方が薬を用い、 間接的に気を通じさせるなら、気候はより直接的に軽絡の、つまりを取り去り、しかも自分で体内のバランスを図れる、よう調整する。ありがとうございます。